貝の形状、ホタテ貝は、二枚ガイズナ形や高位タヤガ科の、メシホーペクテン属に分類される、軟体動物の一種。通称、ホタテ。寒冷海洋性、食用としても重要な、貝類の一つ。海国を要求するために、日本に来航したマシューペリー率いるアメリカ東、インド艦隊が1854年に、函館湾で採取したサンプルを、 JJ が1856年に発表し、学名をメシホーペクテンイエスオーオンシスと命名した。日本語名日本語では、標準和名、ホタテガイの元となっているホタテガイが古くから古称としてあり、これは約10から15センチメートルぐらいの貝殻の一辺を穂のように開いて立て、ほかけ船さながらに風を受けて海中あるいは海上を移動するという俗説に由来し、 和解三サイズへにおいても記載が見られる。貝を省略したホタテの名でも呼ばれることも多く、ホタテ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 といった連結語的用法も目立つ。その他、板屋貝や、殻の形からそれを扇に見立てた海線との合唱も、ある。また、武家、久保田佐竹氏の家紋に似ていることから秋田街とも、呼ばれる。稀に、車居と呼ばれることもある。なお、 日本に限っては、この貝から取れる、主たる食材が貝柱であることから、代名詞的用法をもって、貝柱と俗称されることがある。中国語名中国語では、ホタテ貝類を扇に見立てて、扇貝、ピイン、シャンベという。ただし、メシホーペクテンイエスオーンシスを特定する故障は、確認できない。英語名英語では、 スキャロップの一種であるメシホーペクテンイエスオーンシスをジャパニーズスキャロップと呼ぶ。また、日本でホタテガイと翻訳されることも多いスキャロップは、生物学的にはイタヤガイ類であって、その一種であるホタテガイとは異なる。フランス語名キリスト教圏では、英語で言うところのスキャロップの貝殻は、中世以来、聖ヤコブの象徴物とされており、フランス語では、 聖ヤコブの貝を意味する、コキールセイント、ジャック、カナテンシャレー、コキーユサンジャックの名で呼ばれている。これは、ホタテ貝とは異なる。貝殻の端に並ぶ黒い点は、目天角計は20センチメートルほどになる、大きな二枚貝である。貝殻は、膨らみが強い殻と弱い殻とが合わさっているが、膨らみが強い方が、右殻である。殻の中央には、 大きな平角筋がある。また、外頭膜の周囲には、およそ80個の小さな目点があり、明るさを感じることができる。水管や砂に潜るための足は発達せず、砂底で右柄を下にして、砂に潜らずに暮らす。生息に、私的な海水温はプラス5摂氏19度の冷水であるが、マイナス2摂氏22度の間なら生きていける。 戦海の砂底に生息し、自然分布域は、ロシアのカムチャツカ半島、千島列島、サハリン、沿海州、日本の北海道、東北地方、朝鮮半島北部など。日本での南限は、日本海側が、能登半島、太平洋側が、千葉県とされているが、大規模な商業的漁業が可能なのは、東北地方の三陸海岸以北である。 水管や砂に潜るための足は発達せず、砂底で右柄を下にして、砂に潜らずに暮らす。中華人民共和国やアメリカ合衆国の一部でも、養殖され、乾物に加工されて流通しているが、養殖場はいずれも日本以上に水温が高い、海域であるため、板野外など、別の種であると考えられている。天敵は人で、オオカミウオ、水ダコなどである。 襲われた際は、閉角筋で力強く殻を開閉させて、街頭膜から海水を吹き出し、泳いで逃げることができる。北海道で最も多く漁獲され、代表的な漁業形態は、以下の二つである。小型底引き網漁には、区画漁業権に基づき、違いを海底に巻いて育てる、地巻き養殖のものを取る方法も併用されている。小型底引き網による漁獲は、 ちまき養殖用の1年会を放流後3から4年、自然成長する会と、自然発生する4から5年会を併用して、漁獲されるので、天然物と称している。しかし、養殖用といっても、人工飼料を与えているわけではなく、あくまで外的に襲われないように保護しているだけとも言えるので、天然物と養殖物の,の境界線は、区別をつけられない。 ホタテの養殖養殖は天然違いを捕獲し育成する畜養で行われる。5から7月から0 2 5ト、mm、ル位、玉ねぎ袋や棒毛を海中に沈めて種病違いを付着させ、採捕する。9から10月から1 0トル位中間、育成1翌年3から4月から3から5トル、中間育成に5月頃から引く、本育成出荷のための水揚げ。 2009年には、北海道の噴火湾周辺から、三陸沿岸にかけて、ザラボやイガイ、以外、富士壺などが大量に発生し、養殖ホタテの生育を阻害したり、スイカ式養殖のロープが切れるなど、ホタテ漁に、深刻な影響を与えており、問題となった。2012年以降、量、金額とも、日本からの水産物輸出の過半を占め、2014年の、 輸出額は446億円6500万円に達する。戦前には中国での干し貝柱の需要が主であったが、寿司の海外普及によって冷凍品の需要が増加し、また北アメリカが一大消費地となった。少量だが航空便による生鮮品や活飼いの輸出も行われている。食用として多く漁獲されるが、現在では養殖もされている。 うまみ成分であるアミノ酸、グルタミン酸、コハク酸やタウリンなどが豊富に含まれている。ホタテ貝特有の甘みはグリコーゲンによる。ホタテ貝の刺身調理方法にもよるが、近年日本では生後1年程度の違いから3から4年ほどかけて大きくしたものまで幅広く流通している。北海道や東北地方北部のスーパーマーケットでは、貝が 生食妖怪中を区別して売られていることも見られる。貝柱は、肉厚でタンパクだがほぐれやすく、舌触りと風味が良い。刺身や煮込み、バター焼き、スープ、フライなど様々な料理で使用される。また、乾燥して、干し貝にも加工し、一部は日本から輸出もされ、具材や調味料として利用される。また、紐と呼ばれる、貝糖膜も生食したり、燻製や、 塩辛などにして食べる。貝殻以外は、ほとんどの部位が食べられるが、ウロと呼ばれる、中朝鮮は、えぐみが強く一般には好まれない上生物の濃縮により、貝毒や重金属が集中する。正規の販路のホタテであれば、サンプル検査で、基準値を超えた場合は、流通差し止めとなるが、念のためには食べない方が良い。ウロは、 国力食で目立つため、素人でも手で容易に取り除くことができる。取り除かずに調理すると、内容液が料理全体に広がることが多いため、通常は調理前に取り除く。食用加工代表的な加工品は、冷凍貝柱、ボイルホタテ、干し貝柱である。日本料理のほか フランス料理や中華料理の食材として日本国内で消費されるだけでなく日本国外にも盛んに輸出される。乾燥品は近年中国での需要増により価格が生鮮品の数倍に跳ね上がる。対して生鮮品は庶民でも気軽に買えるほど安い。ホタテ貝の星貝柱貝殻の標本貝殻は日本などの料理店等で野趣を演出する。 鍋代わりに使用されることも多い。日本の青森では、居酒屋で、貝焼き味噌といえば、一般的な料理である。貝焼き味噌用に、大型の貝殻も販売されており、刺身の盛り付けや、中には、灰皿などにされることもある。秋田県の内陸の鉱山地域で生まれ育った、作家、松田時子は、ホタテの貝殻で馬肉を煮て、食べるのは、 当時、下船なものとして扱われていたと、小説、お輪駆殿他で書き残している。また、牡蠣のスイカ式養殖にも、一般的に使われている。牡蠣の養生が浮遊している時期に、多数のホタテ貝殻を連ねたロープをイカだから海中に、吊るすと養生が付着するため、これを海中で肥育させる。牡蠣養殖参照。 利用研究現状では利用される量を上回る貝殻が排出され多くは埋め立てなどの方法で廃棄されることからコストや環境への負荷が発生するこのため活用についての研究開発が行われているホタテ貝の殻はカルシウムに富むことから学校で使うチョークやトラックラインを引く粉に加工されるが高価なため売れていないまた粉砕して 主成分の炭酸カルシウムを生成し、酢酸を加えた酢酸カルシウムは環境に影響を与えない融雪剤とされているが、コストが数倍になるため主要道路や国道などの一部道路に利用されるに止まっている。過去に海に向かって練習ができるゴルフボールを貝殻の粉末から作成した企業もあったが、廃棄物処理法に抵触する恐れがあるとして、 製造を差し止められている。工業利用は、ホタテセラミックや、ホタテタイルなど粉砕したものを特殊な処理にて固めて、歩道のタイルなどに利用する。このタイルは水を通すので歩道が水浸しにならない、優れた素材である。粉砕した粉は、石灰の代わりの土壌改良剤としても利用できる。しかし、コストの面から一般的な利用には至っていない。2001年現在、 殻を土壌改良材やセラミックやセメント等の工業原料として使用する技術が開発されつつある。また、青森県の八戸工業大学の研究では、貝殻を粉末にして特殊な熱処理を施すと消臭、除菌の機能があるとしている。スキャロップパールと呼ばれる天然の真珠を産することがある。 アコヤ貝などのような真珠層ではなくカルサイトによる養生構造が特徴。主にカリフォルニア沖などで採取されているが養殖されているものではない天然の真珠のため非常に珍しく貴重でありほとんど市場に出回らず市場に出回っているものも小さいものや型のいびつなものがほとんどである。しかし普通の食用のホタテの中に散するためおやつや 思考のホタテの中に入っている場合がある。堆肥などに加工されていたが、最近、最終処分場に持ち込めないほどの重金属やヒ素を、含有する例が発見され、堆肥としても使えず、産業廃棄物としても処分が、難しい状況になっている。焼却法による回収では、重金属類が気化し外部に排出されるため、近年では、電気分解や、 化学処理によって、重金属を回収する方法が開発されつつある。ヨーロッパでは、ホタテガイ類は法上の象徴として、ギリシア神話の女神ウェヌスと共に描かれる。また、聖ヤコブの象徴としても知られ、この聖人の聖地である、サンティアゴでコンポステーラへ向かう巡礼者たちは、ホタテガイ類の貝殻を身につける風習を中世以来、現代まで続けている。 フランスではヨーロッパ産のホタテ貝類を聖ヤコブの会と呼ぶ。米国アリゾナ州のシェル石油ガソリンスタンドの看板現代では石油会社ロイヤルダッチシェル及びその系列企業のロゴに用いられる。日本では武田久美子が貝殻を水着にした写真集を出したことが同時代的に広く認識されていたほか安岡アリキアによるバラエティ番組キャラクター ホタテマンがあった。また、裾部や、端部の形状として、ホタテ貝の貝殻の裾部のように波打たせたものに、スキャロップあるいは、スカラップなとどつけることがある。ありがとうございます。